今週はですね、遺跡ですとか埋蔵物、いろいろそういうお話をお聞きしているところなんですけども、諸外国、まあ、日本のそういう分では古い伝統といいますか文化をね取り入れているところなんかもありますけども、いわゆるこの遺跡と言われるものを町のそのシンボルとして、まあ、諸外国なんかそういうものを取り入れて、ね、日常生活の一部としてですね、取り入れているというようなところの国なんかもありますけども、畑さん、このようなそういう状況というのはどういうふうにお考えでしょうか。あの大変いいことだと思っております、はい、あの外国に限らず、はい、日本でも京都、はい、あるいは奈良、まあ、そういったところは古い、はい、そのね、1000年ぐらい前の町の作りっていうものを、ね、はい、今日まで残している、はい、まあ、東北でも秋田県の鹿角なんかは北の小京都なんて言われて、はい、あの武家屋敷の町並みですとかね、はい、そういうのが残ってまして、結構あの観光客に人気ですよね。ですね、はい、で実は北海道でも函館の、ちょうど函館、現在の函館駅から見て湾の向かい側、はい、函館山の麓のところが、はい、元町、それから、何て言いましたっけ、元町地区ですね、はい、あの坂の多いところですよね、それと末広町、はい、そう、あの辺りが、はい、その幕末の日本が開国した時の、はい、函館山は4つの開港のうちの1つなんですけれども、はい、その頃のこう教会であるとか、あ、そうです、ね、古い建物が残ってます、はい、それから明治の公会堂も残っております、はい、で、あれが伝統的建造物群の保存地区ということになってまして、まあ、函館もですから、はい、そういうところがお客さんがたくさん来るところですね。あの近くでは道南では江差しも、はい、あの町並み歴史街道っていうんで、はい、江差しの国道より一本上の道が、はい、まあ、古い道なんですけど、はい、そこには古い建物、神社、それからお寺も残ってます、はい、そういうふうに町並みをそのまま残した、はい、生かした町づくりっていうのが、まあ、道内でもいくつかあります。で実際北海道も、はい、まあ、中心部っていうのは建物はだいぶ新しくなってますけども、はい、道庁の赤レンガを中心として五番の目の区画は残ってますし、はい、それから探すと結構こう情緒のある建物が残ってます、はい、そういうのは歴史と文化、これが土台になってますので、それを残しながら、ただ全て残すっていうわけにはこれはいきませんね。どうしてもあのテクノロジーの発達がありますし、はい、でかつては木造の住宅ばっかりだった時には冬はね、はい、ストーブの火が移ったりして、はい、火事もたくさんありました、はい、まあ、耐火建築にするとか、はい、いろいろなこう変化の中で あるわけですけども、まあ、やっぱりその人間である以上、歴史と文化、これを大事にした町づくりっていうのは必要ですよね。そうですね。やっぱりその、やっぱりその歴史を感じながらそこで暮らしてるというのは、なんかこう、趣があるというかね、はい、ちょっとこう、ずっしりした感じの、はい、ただ、ね、そのまんまやろうとすると、はい、保存されてるその所有者の方たちは結構大変なんですよね。あー、いや、この家は寒いんだとかね。で、そうですね、大体木造の大きな家が多いですから、修理するのにすごくお金がかかる。確かに維持してですから、保存っていうのは簡単ではないんですが、はい、だけどそれは周辺にもいい雰囲気をもたらしてますよね。ですね、まあ、ですから、はい、当然国あるいは北海道ではそういうものに対しての助成の制度もやっておりますので、はい、まあ、できるだけそういうものは残しながら生かしながら、はい、またイギリスあたりですと建物の外側は残しなさい、はいはい、中は新しくしてもいいですよっていう形で町を残してますね。日本にも実は文化財の登録文化財、指定じゃなくて、はい、登録っていう制度がありまして、はい、登録ですと、外側はなるべく触らないようにしてください、うん、まあ、それもある程度は許容されるんですけど、はい、中は本当に新しくしてもいいですよっていう、そういう制度もあります。ですから、まあ、日本でもこういうのはどん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 定着していくんだと思います。今それこそ古民家なんかがね、はい、結構流行ってて、はい、そこでなんかこうレストランやられてる、はい、それはなかなか受けてたりして、はい、やっぱりそういう分でこの歴史のあるね、はい、趣のある建物っていうのにやっぱりこの愛着心があるというか ね、はい、ね、そういう奥深いものがありますよね、はい、先ほど言ったように維持していくのも大変ですけど、壊してしまったらやっぱりそこでもう終わってしまうというか、そこで途絶えちゃうんです。先週ちょっとまた私が所属している小さな学会なんですが、はい、日本遺跡学会というところで、はい、まあ、奈良の法隆寺、それから東大寺、
興福寺、はい、薬師寺、はい、これみんなの史跡になってますし、はい、建物や中の仏像が国宝とか重要文化財になってるわけですけども、はい、薬師寺さんの館長さんがおっしゃってましたけど、もう本当にあの新しく再建するって言った時に、うん、まあ、前の館長さんの時代から始まったんですが、はい、誰も信用してくれなかった。でも今どんどん再建が進んできて、それでどんどんその最初はへえと思われたけども認められてきてる、うん、やっぱり昔のその荘厳な伽藍っていうのが見えてくるわけですね。だけど材料が、はい、とうとう今興福寺の、再建するのには、もう東南アジアでも材料が得られない。日本国内はもちろん、アフリカからの輸入材がそうです。あ、そうなんですか。ましてや大工さんもどん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 減ってる。そうですよね。作れる方がいないもんね、はい、ですから大変こういうものを残していくっていうのは難しい課題が多いんですけども、まあ、それでも、いろいろな形で技術の存続、はい、それから材料の確保、うん、こういうことも考えていかなきゃいけないですよね。そうですね。材料と、そうですね、作る方のね、いわゆる腕ですね、はい、あ、これもなかなかその残していく、建物を残していく大変さってのはそういうところにもありますね、はい、なるほどね。これ難しい部分もありますけど、ぜひ、残すものは残していっていただきたいなと思いますけども、まあ、そういった意味でその町にとってもやっぱりそういう建物、古い建物とか貴重なわけなんですけども、畑さんにとってそういう魅力的な、まあ、建物だけではなくてその魅力的な町っていうのはどういうふうにお考えですか。あの、やはり老人から、ね、はい、働き盛りのお父さんお母さん、そして子供、はい、まあ、これがやっぱり社会構成の上では人のは普通ですよね、うん、ですからそういう人たちが一緒に暮らしていける町、はい、これはやっぱり理想だと思います、うん、高度経済成長以来いろんな全国で団地が作られましたけども、はい、まあ、ここの大浅団地なんかにしても相当高齢化が進んで、まあ、こっちの、ね、青葉町もそうですよね、はい、でそうしていくとだんだん町が、子供たちの声が聞こえない、まあ、そうよそ行ってもいないんですけどね、はい、今少子高齢化ですから特にやっぱり少なくなっちゃうんですね。で団地っていうのは構造が決まっちゃってる、はい、ですからなかなかその更新ができない、はい、でそれの元になってるのもう一つはやっぱり産業構造だと思うんですよね、はい、地方では例えば檜山管内なんかは大体毎年高校の卒業者と卒業の数と同じぐらいの人口が減ってるわけです。地元に就職できるところがない、はいはい、そうすると出てっちゃう。そうですね、出てかざるを得なくなりますよね。そうしたらどうなるのって言ったら年寄りと、はい、あと本当に現役の人たちだけ残る、ね、将来を担う人たちがどんどんいなくなるっていう、うん、まあ、そういう現象ですね。そうですね、子供の声が聞こえない、まあ、そうなると本当になんかこうちょっとこう寂しいという感じが出てきますよね、はい、まあ、寂しいだけで多分このまんま行ったら済まないんでしょうね、うん、ですから町が崩壊していく、はい、そういう現象もいずれ起きてくるんだと思います、うん、だからそうならないためにはやっぱりその町づくりっていうのはやっぱり産業づくりでもあり、はい、やっぱりそこで働けなきゃ、そうですね、生活の基盤が成り立たないわけですから、はい、まあ、そういうことを一体でやっていく必要があるんだろうとは思うんですけども、まあ、そういう領域になってくると私の専門ではないんでいや本当にその地元の中でやっぱりその産業だとかね特色があるとまたそこで仕事も出てくるわけなんですけども ね、非常になかなか難しい分ですけども、本当になんかそういうやっぱり魅力的な住む人にとってやっぱり魅力的な街っていうのはやっぱりいいですのでね、まあ、その辺も大きな課題かなと思いますけども、で、この辺で何かお知らせ、はい、先ほどの今お勤めのですね、舞鶴文化財センターのことでもよろしいですか、はい、何かお知らせがございましたら、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、私が、勤務しております、財団法人は実は北海道立埋蔵文化財センターの指定管理を受けております、はい、で施設の方は北海道立の埋蔵文化財センターです、はい、でそこは遺跡から出てくるいろいろな品物を、はい、収蔵保管すること、はい、それから展示をして皆さんによく知っていただくこと、はい、それと、まあ、遺跡の調査などの、ことをやっていく、うん、調査研究事業と、はい、まあ、三本柱でやってるんですが、はい、実は場所をまず言いますと、はい、場所ですね、はい、
江別市西のっぽろって言うんですが、はい、皆さんには分かりやすいのは江別市の文教台です。あ、文教台小学校の隣にございます。はい、西のっぽろの何番地って言っても多分タクシーのお客さんも分からないんで、はい、文教台小学校の隣って言っていただけばすぐ分かります。で、そこで実は文化財というのは、はい、国民的な共有財産ということになってます。法律上の位置づけが、はいはい、ですからみんなのものです。でそういう意味で、はい、施設の見学利用料っていうのは一切無料でございますの です、ね、ぜひたくさんの方は来ていただきたいと思います。はい、来ていただけばもうこれから冬になりますので今年の大きな行事は大体終わったんですが、はい、現在ロビーで、空から見た遺跡ということで白数調査した時の空中写真などを中心に、はい、鳥の目で見た遺跡ということで展示をしております。はい、それから常設展の方では先ほども言いましたような重要文化財、それからその他三内丸山遺跡と同じような、はい、時もたくさん最近新幹線の調査で出てきた品物も展示してございます。はい、さらに、はい、間もなく、まあ、年末になると子どもさん小学校でも、まあ、冬休みに入ると思うんですが、はい、体験学習はもう常時、はい、できますの で、ぜひ来たらそういう時に時間のある方は、はい、受付の人にちょっとやりたいんですけど、はい、とお姉さんに言っていただけば、はい、常時できます。それから大勢での見学も随時受け付けておりますので、はい、電話連絡なりなんなり入れていただけば職員が全部対応いたしますので、ぜひたくさんの方おいでいただきたいなと思っております。そうですね、ただ冬になるとちょっと、はい、坂道雪なもんですから、はい、森林公園の一角にあるんでちょっと不便かなとは思いますけども、ね、まあ、ぜひ見に行っていただいてですね、はい、こういうものがあるのかと、はい、これはこんなに古いものがまだ残ってたんだなとか、はい、そういうことをなんか肌で体験できる、ね、触ることができるというのがなかなか、はい、先ほど言った重要文化財なんかはガラスケースに入ってますけども、はい、多くのものは露出展示しております。これは半蔵方式と言いまして、触っても構わない展示にしてますので、はい、遠慮なさらずにまあ、ドーンと、ね、触って壊されちゃ困りますけども、はい、まあ、軽く触れることは自由ですので、はい、それから写真撮影も全部、はい、OK ですんで、そうですか、ね、はい、いろんなメモやら何やらに利活用していただければありがたいなと思います。